こんにちは。獣医師の藤村です。今回の動画は、ワンちゃんが逃げた時と、まあ、拾った時、だから飼い主さんがいて、その飼い主さんからワンちゃんが逃げた、側の飼い主さん、逃げた飼い主さん、それと、その逃げたワンちゃんを拾った飼い主さん、まあ、飼い主を拾った方ですね、どうすればいいのかと、どう対処すればいいのかと、まあ、いったことについて、解説したいと思います。 まずですね首輪がついていると思うんですよ首輪がついてなかったとしたら、まあ、おそらくその飼い主さんがいない可能性があるもう本当にこう捨てられたワンちゃんの可能性があると思うんですよね。だから逆にあのそれだとちょっとこう今回の話としてはちょっと飼い主さんがいないワンちゃんになってくるんであのなかなかこう今回の,そのタイトルとちょっとこう合わなくなってしまうんで。 ワンちゃゃんんが逃げたたっって言ってて言ますからね捨てたわけじゃないんでだからだいたい首輪がついてると思うんですね。なんでかっていうと、まあ、首輪がそもそもついているワンちゃんっていうのは、まあ、飼い主さんがいる可能性が高いと思うんですけど、まあ、その中でもマイクロチップがね入ってるかどうかっていうのが大事でマイクロチップが入ってるかどうかはねあのそのマイクロチップの情報を読み取れる、ね、動物病院に相談すればですね、まあ、その識別できるんで、まあ、そ,の,そあの番号からですね、まあ、警察とかその まあいろんなところに問い合わせていくことで飼い主さんが見つかる可能性が高いんですけどそれだと今回の話はこ,れもこれはこれでまた終わっちゃうんで今回の話はですねマイクロチップも入ってない前提にしましょうかねってとこですねマイクロチップが入ってたら今言ったように話終わっちゃうんでマイクロチップが入ってない場合だとですねその捨てられたケースはまれだと思うんですねなんでかというと首輪がついてるってことは飼われてるまず証拠なんですね で首輪からですねその、まあ、飼い主さんが特定される可能性があるわけですよ。まあ、わざわざその例えば、うん、自分の,あの自分のことがバレないように身バレしないように首輪を付け替えて新しい首輪を付けて捨てるって方いるかもしれないけどなかなかそんな人も少ないと思うんで,でだいたい首輪が付いてたら飼い主さんが特定される可能性がある逆に特定されたいからその首輪に何か付けてたりとかね電話番号付けてたりとかする方多いんで、まあ、首輪が がついてるってことはね、やっぱ飼い主さんが特定される可能性があることから、まあワンちゃんを捨てた、まあ捨て犬だっていう可能性は極めて低いわけですね。だからその首輪がついてる可能性が高いと、まあういうことですね。まあちょっとややこしかったですけど、まあだから首輪をついたね、そのワンちゃんを見つけた場合どうすればいいかなっていう話になってくるんですけど、まずですね、ワンちゃんがその逃げた飼い主さん側ですね、逃げた、まあその、 逃げてしまったか捨,捨てたわけじゃなくて逃げてしまったあの飼い主さんがやることまずやることとしてはですねまず動物病院に電話することが一つかなと思いますね、まあ、逃げた場所から近い動物病院に電話をかけたりあなたのかかりつけの動物病院に電話をかけたりとかしてまあまずかかりつけの動物病院にもね逃げてしまったんでってことは言っとくとやっぱりそのずっとかかっているんでねあの何ていうかそんなそまその まあ適当には扱わなないとと思うんんでですねねやっぱ自分のところの患者さんなんで、ね、だからしっかりとそのあのカルテにもメモっとくでしょうしそのなんかこうね情報が入ってきたらすぐにその飼い主さんに連絡してくれるでしょうしだから、まあ、かかりつけの動物病院が遠かったとしても連絡しておいた方がいいかなと思うのとあと逃げた場所から近い動物病院も話電話しておいた方がいいですねもしかしたらその動物病院で保護されてる可能性もあるんでだからまあ確認した方がいいかなと。 それからトリミングサロンとかねそういったところもまあ自分のかかってる、うん、よく行ってるかかり行きつけのトリミングサロンがあるんだったらそことあとは逃げた場所からやっぱり近い場所のトリミングサロン同様にねあとペットホテルもやってるところだったらペットホテルとかね問い合わせてみたらいいかなとあと近所の人にも尋ねた方がいいかなと、まあ、近所の人たちに、まあ、ワンちゃん見なかったかね尋ねてみてそのまあ、近所のね掲示板とかあの貼らしてもらえるようだったらそのその迷子の状況 情報をね、らしてもらうことと。が大事かなとそれから逃げたワンちゃんを拾った人がやることですね近くの動物病院にねまず電話ですねその拾ったことは近くですだから拾った場所の近くの動物病院に電話をするってことですねだからそのワンちゃんがですね例えば動物病院から逃げ出した可能性もありますからねだからワンちゃんを保護して預かっている可能性もありますし あのワンちゃんがです、ね、その自分の動物病院でこう例えば処置中とか例えばペットホテルで散歩しようかなとか思ってたとかね入院してる動物をでもまあその歩けるようなワンちゃんだったら散歩行くこともあると思うんですけど、まあ、散歩も大体のとこはその自分の敷地内で逃げ,られ逃げないようにね自分の敷地内でこうねあの裏門とかでねやってることは多いとは思いますが。 でもたまたま本当に外に出してね逃げてしまったってケースもあるんでだからまあその近くの動物病院で連絡してみることでやっぱり動物病院はワンちゃんがたくさん集まってますからね逃げる可能性も否定できないわけですよだからその近くの動物病院に連絡してみてあのあの犬をねあの拾ったんですけどか見つけ,見つけたんですけどって連絡すればもしかしたらうちのから逃げた犬かもってなるかもしれないしあとは逆にその。 だからワンちゃんが、ワンちゃんをですね、保護して、その、まあ預かってくれる、預かっている可能性というかね、預かってもら、預かってくれる可能性も、まあ、否定はできないので、一応連絡してみるとか、あとはその、張り紙をね、貼らしてもらえる可能性だってあるんで、こういうワンちゃんが逃げたんですけどとかね、だからまあ、そういったいろんな意味でってことですね、ちょっと、文字がちょっとこうね、分かりづらかったかもしれないけど、その動物病院から逃げ出した可能性、あとは、まあ一応、その動物病院で、 本当に善意で保護してくれる可能性も、まあ、後で解説しますけど、あの、その拾った側の方がですね、動物病院にあず、こう、処置を求めたりとかね、なんか、あの、預かってくれっていうことを言うと、っぱお金取られることありますけど、善意でただ単に、いや、じゃあうちで預かるんでぐらいのことになるかもしれないし、ということで、あの、電話した方がいいんじゃないですかってこと。あの、近くの動物病院であれば、逆にさっきも言ったようにね、あの、逃げ出した方の、 いさんんも近近くの動物病院に連絡するる可能性があるんでねね逃げた場所から近い、ね、だからそういった意味でこう、ね、マッチングっていうんですかね,こうね引き合わせれるかもしれないんで、まあ、連絡した方がいいんじゃないですかと、まあ、同様にトリミングサロンもそうですねトリミングサロンから逃げた可能性も,もありますし、まあ、あのトリミングサロンさんがね貼り紙を貼らせてくれるかもしれないしとかねその連情報がねその逃げた方の飼い主さんからの情報とマッチングするかもしれないし。 あそういえばそういう電話がありましたとかねさっきの動物病院もそうですねあの逃げた側の患者さんが電話した時にその拾った方の、ね、患者さんが連絡あの方が連絡してるとあさっきそういう連絡ありましたっていうんで引き合わせてもらえるかもしれないんで、まあ、どっちも連絡してみた方がいいかなとそれから逃げた側のねあの逃げた犬を、ね、拾った人がやることとしては他にもね保健所に連絡するのも一つですね これ、ただ、保健所に連、連れて行くのじゃなくて、連絡だけするってことですね。連絡だけするってことです。その飼い主さんが、その保健所に問い合わせてる可能性がまずあるので、逃げたんですっていうことで、そしたら、引き合わせ、さっきみたいにマッチングでね、引き合わせてもらえるかもしれないんで、連絡だけするってことですね。なんでか、なんで、なんでこんなに連絡だけってことにこだわるかっていうと、まあ、その、なんていうかな、こう、 もしその保健所に連れて行っている場合だと何日かこう飼い主さんが見つからないとねワンちゃんの命がなくなる可能性もあるんでまあその地域によっては絶対に殺処分しないところってあるんですけどやっぱ地域によってはやっぱり殺処分するとこもあると思うんでだから連絡だけした方がいいんじゃないですかってことですねで。でそれでまあねその逃,げ逃げた側の飼い主さんが「うちの何々ちゃんこういう首輪つけてて何時頃逃げちゃったんだけど来てないかしら」みたいな連絡があってね。 あそういえば連絡がありましたよってことでね引き合わせても引き合えるかもしれないんで4番目としては地域のペットショップとかねサロンさんとかにもね協力を依頼してみてもいいんじゃないですかとだからねその張り紙とかねなんかこうあと情報を拡散してもらえませんかみたいなこと結構そのペットショップさんとかもまあ僕自身も付き合いがありますけども横のつながりも結構あるなと思うんで。 なんか結構友達感覚での付き合いがあったりとかするとこもあるんで一、まあ、回連絡してみてもいいんじゃないですかってことですねあとはまあも,しもし無料で利用できる地域情報誌があるんだったらそういう迷い犬の情報を載せてもらえるかもしれませんしねとあと追加の注意点としてはねその保護期間中拾った側のね飼い主さんあ飼い主さん拾った方のか拾った側の方がねあのこう見つかるまでの間はねどのように世話するかを考える必要があるんですよ責任を持たなきゃいけなくなっちゃうんですね 動物病院とかトリミングサロンに預けるってことを預,け預,預かってくださいっていう話だとやっぱ費用が発生してしまってお金請求され預けその拾った方がねお金払わなきゃいけなくなったりするんでだからそのなんでかというとね動物病院とかトリミングサロンも一応プロとしてねそのワンちゃんを扱ってるところでその ところなんでその例えばお薬を使う、まあ、動物病になったらお薬を使うとかねもろもろトリミングサロンさんになってその保護したワンちゃんを預かるとなったらペッ,トペットホテルもやってるとこだとねその一つ分だけの枠埋まっちゃうんで、まあ、お金の問題も出てきますしだからお金を請求されても仕方ないかなとも,もちろん無料でやってくれるとこもあるかもしれないけど、まあ、有料なところが多いのが普通じゃないですかねってことでだからねあと保健所に連れて,連れて行くと。 期限が過ぎたらね殺処分されるることもあるんで注意してくださいねとだからまあそういうことを考えると、まあ、自分で保護した場合、ね、拾った場合は飼い主さんを見つけるまで責任を持って世話することになっちゃうんですよってことも合わせてね知っとかないといけないということですね。でまあ届けた方がさっき言ったように保健所に連絡した連絡だけした方がいいのはもう分かっていただけると思いますけどね。その 殺傷もされれれるかかかしなないいいら連れて行くわけにはいかないとでもその飼い主さんが逃げた側の飼い主さんが保健所に連絡してねそれであの引き合わせてもらえるかもしれないんでねあと警察もね連絡しておいた方がいいかなと一応法律上ワンちゃんはね物とかねの扱いになってくるのでだからそのカバンとかね財布と同じ扱いになってくるんでまあ警察に届け出ることで習得物としてね扱われますよと。 だからでもまあ、警察が、ね、ワンちゃんを引き取らない場合もありますし引き取ってくれる可能性も否定できないですしだけどそ,のそれはもう警察さんの,、ね、あのやり方次第なんでこれはもう何も言えないことなんですけどその、まあ、一応、連絡してね飼い主さんも警察に連絡して,てそて引き合わせてもらえる可能性もあるんでねその警察が引き取ってもらえなかったとしても意味はあるかなと思います。あと nbo 団体に、ね、あの保護 保護犬団体とととかねあの、頼む場合の注意点としては、こは全然悪いいことじゃないんですよ。NPO 団体さんにあの頼むことも全然悪いことじゃないんですけどただワンちゃん預けると新しい飼い主さんが見つかるってその逃げたワンちゃんが元の飼い主さんに戻らなくなることもありますからねもちろん探してくれるちゃんと探してくれる本当の飼い主さんを探してくれる団体さんもあると思います。 でもそのねやっぱそのかわいそうなワンちゃんをねなんとかしてねあの幸せになってもらいたいと思って里親募集をして新しい会員さんを探す団体もあると思うんでだからまあもしねその新しいカエさんが見つかってしまったら元のカエさんとの関係はねそこで終わってしまう可能性もあるってことは知っといてもらった方がいいかなということですね。でも全然 NPO 団体さんが悪いわけじゃなくてこうもう NPO 団体さんは必死になってこう幸せワンちゃんに幸せになってもらいたいと思ってやってますからね。 まとめますとね、ワンちゃんが逃げたとき、逃げ出したとき、飼い主さんがワンちゃんを見つけやすくするために、まあ、保健所とかね、警察とか、そういったところに連絡することが大切で、あとは近くの,あの動物病院とかトリミングサロンとかにも連絡することが大事ですね。広田側の人がね、こう、いろんなそういうところに連絡してる可能性あるんでね、広田側の人はね、なんか動物病院とかトリミングサロンとかね、地域情報誌とか。 そういうところを活用してあともちろん保健所に連絡したり警察に連絡したりとかそうやってこう、ね、情報を拡散してもらっていろんなところに知ってもらってね飼い主さんを見つけやすくするための協力を求めていきましょうと。で NPO 団体さんに、まあ、預ける場合は元の飼い主さんと再会できなくなるリスクもあるよっていうことは知っといてもらってもいいかなとは思いますけどただ拾った側の方はとにかく責任が重いのであのなんていうのかなそのままひ拾ったワンちゃんが幸せになってくれることを願ってね そのワンちゃん、幸せになってもらうことも大事ですからね、まあ、そので責任も重いので、できる限ぎりまあやってあげたらいいかなっていう感じですじゃないでしょうかねっていうことでした。今回の動画は、ね、以上になります。この動画、参考になったよって方はね、高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。失礼します。